せーの恋愛節。こんにちは。こんにちは。この番組は恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生で、でさらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします。やっぱりちょっと今日調子が、やっぱりオープニングがちょっとかみかなんですけど、えっと我々のこのラジオの恋愛節の番組のツイッターを今日えっと何時かな。 4時、うん、まあ今世間様が普通に仕事してる時間帯に2人でいろいろとあのアカウント作って <laughs> で今それそのアカウントもえとツイッター上で出てるのでまあちょっとメッセージ送りにくいっていう方は逆にそっからメッセージ送ってもらえれば嬉しいのとあとツイッター自体が拡散なんでとりあえず。 フォローを広げていいいかなとけもうおじいちゃんからおばあちゃんまでフォローお願いしますであの先生の方うがかツイッターでちょっとコメントがあるんでしたらツイッターについてツイッターについてじゃない俺なんかのアカウントを作ったのに対してのコメントよここで閉めてしまったらもう俺そのほうがそうそうュタグ恋愛節」で出てくると思いますので皆さんよければ覗いてみてください今現在どんなのが つぶやかれてるんです今は今までの放送分をただツイートで上げてるだけですねじゃあまだまだですねどんどんあの意見とかもらえたら番組のコーナーとかもちょっと変わってくるかもしれないんであ、そうですねであの裏話とかも実際ちょっとこれからに載せていこうかなというそこらへんもちょっと含めてツイッターでもちょっと楽しめるようにちょっと我々の方もあの努力していきますのではい。 もしよかったら見てください。お願いします。お願いします。で一応最初のオープニングの番組紹介まで三、はい、分で行こうっていう設定なので、でそろそろアラームがなるんで、あと一分ですよ。はい、あと一分です、ね <laughs> はい。じゃあ早速行きます。<laughs> えと一応番組の紹介していきましょうね。はい、オープニングなんでね。はい、えっと <laughs> この番組この番組は毎週土曜四時半から五時までの三十分番組です。はい 実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください、はい、番組の内容としてはリスナー参加型となっておりコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っております、はい、もし、まあ、コーナーでちょっとあのーまあ、毎回ちょっとコーナーが盛り上がりがないんで、はい、あのどうしても時間稼ぎきれないんですけど、はい、まあその場合は、はい、まあ自分の,あのくだらないちょっと恋愛節トークをだらだらとしながら、まあ、エンディングの方へ つないでいこうっていうまあ番組の構成になってます。はい、なので十分の恋愛節トークを極力、うん、あの喋、ー、らさないように皆さんの方からたくさんのメッセージをお待ちしております。<laughs> そうですね。なってよ。なってよ。<laughs> <laughs> てよ3分過ぎたよ。<laughs> で、すみません。えっとメールアドレスは <laughs>、はい、797@fm ぎの 1.com です。はい。じゃここで一曲先生の方から曲紹介の方をお願いします。はい、えー。ビーズでコーリング。 お母さんの幸せそれは家族の幸せ心からの手当てで心からの医療をアイレディスクリニックは小さな命を守るために早産ゼロを目指しますハーレー・ダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープンおいしいスイーツを食べるならハーレーカフェツーリングの休憩所にハーレーカフェ ハーレーレ見るならハーレーカフェ沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場今すぐハーレーカフェへゴー宜野湾ヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通りステンマドゥーから伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね 続いてはメインコーナーナ恋の妄想このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として我々2人がお題に対して答えていきます、はい、その後答えた内容を石坂さんの方に選んでもらい良かった点悪かった点について議論し恋愛節へ出世してもらうコーナーです、はい、ただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります今もう廃止になりかけですね、はい <laughs> あのー、県民投票取ったらもうほぼ廃止でいいんじゃないかってあの案が出てるんでのでこここそぜひあのさっきのツイッターで <laughs> そうだ、ね、どしどし参加してください<ー> <laughs> 後のところはあの触れなくても大丈夫なので, <laughs> でとりあえずここだけ触れてもらえればなって感じなんですけど、はいな,まあ、なので、えー、リスナーさんがいるんでしたら、うんまあ、いろいろとそういったラブメールの送信をお待ちしております。はい でラブメールの書き方を説明するんですけど書き方は我々が答えた内容に評価するだけでいいです、はい、で、評価は三段階評価となっており丸三角×の評価でお願いします伊坂さんじゃあちょっと恒例のあの <laughs> お手伝いをお願いしてもよろしいですかじゃあいきます、えー、丸評価、はい、キュンキュンする三角の評価まあ悪くないかな×の評価ダメ この評価をもとにまあリスナーさんから聞いてまあ我々のセリフを聞いて直接「丸三角×の評価をつけてまあメールで送信するだけですね、はい。で、えー、その後リスナーさんからのラブメールを集計して実際我々のえ勝敗を決めていきたいと思います、はい。でどちらかが3連敗した場合は×ゲームで我々が自腹でプレゼントを準備します。 準備したプレゼントは3連敗した次の週にサッカー節が過去の放送により問題を出すので答えを書いてラブメールの送信お願いします。はい、まあ問題の内容は一応あのラジオを聞いていれば誰でも解けますよっていう内容なんですけど正しいラジオを聞かないと解けないですよ。い,いてなまそういう内容になってます で見事正解したリスナーにはプレゼントを我々の方から発送いたします。はい、まあもしくはあのー、先生の方が直接家に持って行ってもいいので、<laughs> ぜひ家に来てくださいっていう方はまあそれはそれであの,あのお待ちしております。まあ、個人情報とか大丈夫な方でしたら <laughs> 持って行きますよ。<laughs> <laughs> それが嫌だったらまあ普通にねあの住所書いてもらえればいいんで。はい、でえっ、ー、とー今週のお題なんですけど。はい 昨日ですねちょっと今週のお題をイメージしやすいように女村で開催されてる祭りに行ってきたんですよ実際まあ花火見てその後にちょっとどんなシチュエーションを設定するかをこの実際祭り会場に行って雰囲気をイメージしに行こうと思ったんですけど結局んかシャトルバス 駐車場が近くに止めきれなそう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 でそれでみんな移動になるってことで一応お金払ってこの女性についてきてもらってるんで延滞料金が最後のシャトルバスの時間でだいぶ取られそうだったからそれ断念してちょっっと祭りの雰囲気だけ味わてきましたその雰囲気を味わったことによってちょっと今日のコーナーのシチュエーションを あの、いろいろと考えてきて、でも、ちょっと我ながら、この、今日のシチュエーション。なかなかいいようにできてるなと思うんですけど、ちょっと目を閉じながら、このシチュエーションをイメージして、聞いてください。自分もですか。あ、そっち、そっちが一番。そっち、だい、リスナーがイメージして、あ、あそうだなって、俺こんなに答えるって、ならないでしょリスナーさんは評価するだけだからね。わかりました。はい。えっと、じゃ、あ読んでいきましょうね。はい。えっと、花火が上がっている中。 ずっと彼女の横顔を焼き付けるように見とれていました、うんはい、すると花火が終わると彼女に気づかれました、うん、彼女は照れくさそうにニコって微笑んで僕に告白をしようとしました、うん、突然告白を切り出そうとした彼女に僕はかぶせるように告白します、はい、ではどのようなセリフで告白しますかに対して「 彼女の告白のセリフを実際石坂さんに発信してもらうんですけど、えー、っと石坂さんから発信してもらうセリフが実は私、まああのー、店長だったり先生だったりなんですけどのことが「す」ってこれ本当は「好きになったんだよね」とか <laughs> <ー>そのまま「好き」 <で>好きだよとか、うん、そういった感じな言葉を言おうとしている最中に、接種はそれを言われるって察知してるんだよね。そうそうそう、もうそれはもう雰囲気で、うん、このニコって微笑んだ瞬間に何を言うかを、うん、もう。 読み取っているそこまでできたら付き合ってそうだけどねだからそんなやっこんなの成り立たないでしょあくまであのちょっと段階をね、大人の階段ですからちゃんと段階を踏んでいきましょう順番ありますからね実際こういうのはあり得るかもしれないさ男性だけが告白するんじゃなくて中には女性が告白するタイミングっていうのも出てくるから逆に女性に告白させるんじゃなくてまあ常に男性が告白する男性が頑張ろうって なっった瞬間ってこと女性のこの気持ちを汲み取ってそれは女性のセリフじゃないからそれにかぶせて自分で告白するっていう感じなんですがまたちょっと自分はあれなんですよね携帯にメモってるんでちょっと喋ゃっといてもらえます <laughs> 少しだけ <laughs> 今回自分メモしてきてないから、ね、<laughs> っていうかまた考えてきてないから、ね、<laughs> ちょっとこれ石坂さんのコメント言った後に<う>こんな臭いセリフを俺にみ切れるかなっていうのあるんだけど <laughs> これタイミングは難しいよね 実は私のことがっていうところでパッて入ってこないといけないから、ね、スーッって言った瞬間に「あいだ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 ってぶっこんでいくしかないよねなんか「えデでで」ってずっと喋れなそうだけど <laughs> そ,だ <laughs> でそれを言わないといけなくて、うん、これちょっと難しいんだけど設定が、うん、えっととりあえずまああの何、ー、だろうこの会話の、うんあのー、流れ動向じゃなくて、はいまあ、今回チョイスしたこのセリフについて、うん あの選んでもらうっていう設定だから<ー>多少のタイミングの時では <laughs> 多めに見てください,っていうそ,そんな感じでちょっと進めていこうかなと思うんですけど、はい、じゃあ俺から俺からなんか結局喋っといていて俺しか喋ってな,ないじゃあ俺 <laughs> 俺から行きましょうね俺からってラジオで俺とかって言われても誰っていう話だからねあ、じゃあ店長から行きましょうねじゃあ石坂さんすいませんじゃあ早速セリフの方お願いしますはい 実は私店長のことがす好きです石坂さんをすいませんもう一回いいやっぱこれ入り難しいね難しいちょっと難しい待てよやっぱタイミング難しいよね、はい、すいません <laughs> もう一回だけ <laughs>、うん、はいお願いします大丈夫ですかはい大丈夫ですよ、はい、実は私店長のことがす 好きです。石坂さんを俺が幸せにしたいから付き合ってください。です。なんか、えー、最後です感でどうするのっていうのは<れ> <laughs> いやちょっと照れてるんだけどでも<ー>あのストレートにあのー誰かに幸せにされるんじゃなくて、うん、俺が幸せにしたいだから、うん、付き合ってください。だから最後のフレーズは「うん、俺が幸せにしたいから付き合ってください」うん。で この数で止まってるから「はい、ちょっと待って」とかって最初思ったんだけど「す、うん」スー「好き」っていう言葉を逆にこっちから「好き」でかぶせてで、うん、まあセリフを言ったっていうね <laughs> 補足だね俺思いっきり止めようとしてるけど大丈夫 <laughs> <laughs> いや止めるのもあり逆に俺は <laughs> あのー、なんだろうこのおじさんの、うん、まあ夢見るおじさんが使うセリフ でそっちが逆に、うん、あの世間一般でいうスタンダードのせりふ普通に言いそうなことそう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 <ー>それを世の女性陣がどこを、うん、あの好んでくれるかっていうのも見たいから<ー>ただしこれはリスナーがないとあの配信になりますよっていうのそういう意味で <laughs> 集計が取れないんで、ね、<laughs> どこが良かったのっていうのが分かんないから,からそういった意味でなんかいろんな人からそういうラブメールが欲しいんですけどね、うん まあでもそんなこと言った <laughs> よくしゃべりますねそうだよじゃあだそっちのはあ,あれだよセリフを考えさせるために <laughs> ああ今時間を作ってくれて時間を作ったわけだよ気遣いだけはちゃんとできますから <laughs> ありがとうございます大丈夫ですかじゃああと三分ですよこのコーナー、はい、大丈夫ですはい。大丈夫ですか、はい、じゃあ石坂さんじゃあもう一度お願いします、はい、実は私先生のことがす。ちょっとこっからは自分が語っていいかな <laughs> <laughs> 今やっぱり今日一日ずっと考えてたんだけどさっきも花火,が花火が目に入らないぐらい石坂さんのこと好きになってます付き合ってくださいう、うん、な,なんか区切ってよ「です」とかね <laughs> お俺しかも石坂さんがコメントしたあとになんかあれ <laughs> 今ストップの合図今止めた方がいいのかなって俺も思ったけど <laughs> ちょっと笑い声も込みで <laughs> ああ で今,今の、うん、まあ今石坂さんに評価してもらう前に補足、はい、補足、うん、今のコメントに対して俺なんかそっちがなんかちょっと待ってもう一回やり直しって入るのかなと思った <laughs> 頭の中にあの今言ったセリフが全然重い今全部言わないと多分忘れると思ったから<ー>もうそのまま続けた<ー> <laughs> 補足はなしもう補,足、うん、補足っていうかまあ今までのこのコーナーでのつながりで、うん、まあもうずっと気にはなってて。 で、まあ、前回でもほぼ好きになってはきてるわけねでこのまあ花火も見てるけどもう目に入らないぐらいみたいなあ<ー>もうそれぐらいやっぱり自分で自分も自分のことも確認して、ね、やっぱり好きになってますっていうことを伝えて付き合ってくださいとあうまいね <laughs> ステーションから一応取り抜いて、ね、一応はつながるようにああ<ー>、はい 今回真面目に考えました車の移動中やばいなん考えてないよって言ってたのはだから今10分考えてたでしょ短いなまた考えるのかな <laughs> <laughs> じゃあ、石坂さんの方に、はい、今のちょっとブレブレのセリフの中から <laughs> 今回ちちょっっとどっちもどもう,うな <laughs> う一つチョイスするの、俺だったらうん、うんなんか微妙な感じですけど、<ー> <laughs> まあ一応、とりあえずちょっと選んでもらわないとこのメインのコーナーがメインじゃなくなるみたいな感じがあるんで、<laughs> お願いしじゃあ、いいですか。はいあ 店長さん <laughs> <laughs> あ,ありがとうございます全勝 <laughs> だね石坂さんの、ね、<laughs> 小春ちゃんの時勝ったのにな <laughs> 石ちゃんにはハマってないな <laughs> <laughs> おーおーでもなんかどっちも若干臭いセリフの中で、うん、この勝敗を分けた理由って石坂さんの中で何かあります、うん、逆にああ今回のは一応、うん、足してはい。 足して両方足したらパーフェクト。両方足したらパーフェクト。あじゃあそれぞれにいい部分があって、いい部分があって、で、うんって感じ。あなた。あなたあなたあなた。じゃあとりあえず、えっと石坂さんの評価では無敗ですね。店長がまだわからないよね。いやここ 出来ないここここは俺も買っときたかったんだよね。<laughs> ここから俺が三連勝するかもしれない。うん、<laughs> ここ買っときたかったんだけど。やっぱりちゃんと考えないといけないね。<laughs> で逆に四十手前あいまもうアラームなったんだけど、うん、最後のあのー、なんだろうこの振り遠く俺の振り遠くを削ればいいだけだから。喋るんだけど、うん、ここここから先は <laughs> 逆に三十代四十手前の、うんうん、えっといい感じな男女が。うんうん お付き合いいいしたいなって思っていてて思これをちゃんと30代まあ40代手前の男性がちゃんと女性に付き合ってくださいって今のご時世ちゃんと言ってるのかなって思ってみんんなどううしてるだろんかもう30超えると逆にそれも必要ないのかなって思うけどでもその言葉がないとなんかね区切りがね あ付き合ってんの付き合ってないの<ー>っていう感じになりそうで、うん、そこら辺どうなのかなっていうのを、うん、まあ自分なんか同じぐらいの年代の人たちから、うん、メッセージ欲しいんですけど、ね、まあほぼ廃止なんでほぼ来ないと思うんですけど <laughs> じゃもしよかったらそこら辺ちょっとコメント欲しいなと思って、うん。<laughs> うん 今実際あの40手前なんですけど告白してみましたっていう人のこのセリフ、うんそうだね、男の人もそうだけど告白される側の女性の意見も聞いてみたい、ね、聞い,てみたいそれを取例えば告白されてないけど付き合ってるよとかっていうのね、うん、じゃあどのタイミングでそういう感じになってるのみたいなね、うん、それを聞いてみてううも, <laughs> もうおじさんになりすぎて杖が恋人みたいになってるからね半分で、ね、だ <laughs> からんかそこら辺どうなんだろうなって逆にその、うん 付き合ってください、うん、じゃあお願いしますっていうのがなければ、うん、お互い縛られてないから、うん、じゃあ別に浮気してもこれが浮気にならないとかね、うんうん、ちゃんときれいにね。LINE、ねうん、引きしてないからっていうね。うんうん そんな感じなんですけどじゃあえっととりあえず曲で最後のエンンディグいきますじゃあここで1曲「バックナンバー」でエンディングはいそろそろ時間も迫ってきたので来週のお題を発表したいと思います今日以外にちょっとコーナーを長く喋れたなと思ってまあんかいい感じだなって思うんですけど。 まあえっと、その盛り上がりをそのまま来週も維持できるように、はい、来週のお題なんですけど、はいえっと、今日は告白だったんで,、うん、で来週からはもうカップルですよの設定なんでああ見事付き合ったと。付き合った多分2人が告白したら多分振られてるんだろうけど、うん、このストーリー上では、うん、あの付き合ったっていう設定で,、はい、で来週のお題が1ヶ月の記念日です。うん あなたは1ヶ月の記念日に思いのこもったプレゼントを買って彼女にどう喜んでもらいますかをテーマなんですけどこれちょっとあの過剰書きすぎてんどんなお題なのって思う人多いと思うんですがプレゼントを選んでこのプレゼントを例えばじゃあクマさんのプレゼントにします。この熊さんに いいいろろととエピソードとか思いがこもってて実はこの,プレ,あのプレゼントをクマさんにチョイスしたのはこういった理由がありますよっていうのをああこのプレゼントを選んだ理由そう、うん、選んだ理由をなぜこの人のためにこのプレゼントかっていうことそうそうそうそ,う<ー>それを言って、うん、で女性に喜んでもらうっていう設定ちょっと難しいかなと思うんだけど、うん、それをちょっとテーマにして。うん 考えといていよちゃんとはい、うん、で今収録ちょっと結構な短いスパンでバンバン撮ってるんで、うん、<laughs> あのネタ盛り込むのも結構きつくてまあでも一応なんかあのそういう感じでやらないと盛り上がらないのかな私生活で1ヶ月記念ってやったことないけどでちょっと今日はえっとあと3分なんですけどえっと,と,とりあえず一旦閉めるみたいな感じでちょっと話し、うん 進めていくんですが、はい、あの、伊勢さん、じゃ、今日も、あの、いつも通り。ありがとうございました。ありがとうございました。今週も恋愛作家の店長と。技術恋愛の先生に。 お付きき合いいいただありがとうござましでここで本来だったら終わるんですけどすいませんね自分のフリートーク邪魔されたくないんでそのまま公共の電波では自分が喋っている中そのまま聞こえなくなるっていう体でしゃ喋っていこうとこれエンディングですか今からもう締めたあるから最終的にはちょっとしたロッカールームみたいな感じなんだけど先週話したネタでロングバケーション自分なんか母ちゃんが好きでどうのこうのっていう。 でロングバケーションの、はい、あの時シチュエーションをちょっと言いたかったんだよね。うん、でこれイーズじまいでそのまま流されて、うん、まあバックナンバーも流されたんだけど <laughs> まあそれを言いたくてちょっと今日は邪魔されないように一、うん、回締めてそこからトークしようかなと思って、はい、であと2分なんでちょっとざっくりしゃべっていくんですけど、はい、あの年上の女性と年下の男性の恋愛模様を描いているのが。 ロンングバケーションで,、はいうん、で自分もいずれ年上の女性と恋愛してみたいなっていうのがあるんですけど、うん、やっぱりこの年下の男の人と年上の女の人では、うん、どうしても女性の方が精神年齢上なんで、うん、ちょっとなんだろうな、あのー、素直になれなくてすぐ拗ねる。うん 青臭いって前に話したんだけど男の方がそうそうそう,そう,う男の方がねそうだねで<ー>、うん、もう最終回ちょっと手前なんだけど、うん、その二人ともどっちも両思いなんだけど、うん、どっちも素直になれない、うん、で片方の南側、えー、と山口智子さんが演じる南側は別の相手がいてプロポーズを受けている。うんうん、でそれに対して、うん あのキムタクが演じる瀬名役はそれを知っていて、うん、ちょっと嫉妬してるっていう中で、うん、もう1分切ってるねで「ごめんそれで何が言いたいか」っつったら、うん、最後にこの瀬名が1人で花火してるシーンがあって、うん、でそこにこの山口智子南役が会いに来て、うん、で瀬名がこの普通にこのギクシャクした中で会いに来て、うん、何しに来たのって。 聞くわけさ<ー>したら、うん、この南役の山口智子が「瀬名とキスしに来た」って言うんだけど<ー>で逆に先生だったら「うん、キスしに来た」って言われたら、うん、どうする ありがとうございます。ああでもな、じゃあそれを頭文字で言うと、A でしょ。今言ったよね。A だよね。いや頭文字は怒らんさね。B とか言うかもしれないでしょ。まさかの。ちょっと今ボケるかなと思って打ったんだけど、普通に A ってきたちょっと。そうそれ今度出発的には無理だな。何で来るのかなと思ったんだけど、でもあもうなったね。じゃあまた来週。ありがとうございました。